春の一番のキーワードはやっぱりバスの産卵です。そのスポーニングの時にバスが何を気にするのか、自分がペアを組んだ魚以外の魚に対してはすごいもう警戒をするどころか嫌うんですよね、存在を。でこのトリプルインパクトってだいぶアクションも大きいしアピールも強い。でこのルアーをゆっくり使ってあげる、足際であるとかレイダウンの周りとかで、そういうカバーの周り、そういう場所でゆっくり使う。ガシャ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 って泳がして、このルアーこういう風に浮くんですけどね、泳がして止めて、ちょっとストロークの長いロッドアクションでダイブをさせたい。それでまた止めて浮かす。そうするとその産卵絡みで、もちろんスポーニングまだ入ってない魚、終わっちゃった魚、いろんな種類がいるんですけど、スポーニングを意識してる魚っていうのはそういう強い動きとかややボリュームのあるもの、それに対しての反応はものすごくいい反応してくれるんで、まあこの春もうハイシーズンみたいにこうガーって巻かない、自分がいいぞと思う場所にちゃんと入れてゆっくり泳がして止めてダイブさせてポーズ、そうするとこの気難しいねスポーン絡みのオスもメスも、もうまだの人も終わっちゃった人ももう反応してくれるはずですから、ぜひねこの新生トリプルインパクト試してみてください。